出た、はい、すいません、私がこんな感じになあの来る前はですね、まあ、一部復興の段階に入ったというような話も聞いたんですが、やっぱり現地に来てみると、あの医療のニーズというのはまだまだあるんだなというのを実感をしております。またこういう中で、あのいろいろ、まあ、行き届いてないところですね、まあ、そういったところに、しっかりと、医療の支援を届けるような活動をしていきたいと思います。特にあの子どもたちとか、年取った人とか、まあ、そういったところのニーズも出てくるんだろうと思います。Thank you.